よし、あ、アナムネシス。これ、あれやでな、俺昔クローズ使いおったけどさ、友達にディアス使えんぞ。え？もうこの時点でお前やる気なくした。昔クロードの方はアシトンが仲間になるようになってさ、レナの方はディアスが仲間になるようにしてほしい。セカンドストーリー、あの状態異常無効化と戦闘終わったら完全回復と SP みたいな。公式のダウンロードコンテンツチートじゃねえか。行ってきまーす。あー、もうトロフィー邪魔。待ちなさい。なに、お母さん。何じゃないの。昨日も一昨日も言ったじゃない。今日はやめておきなさい。だってあそこにいるとなんだかすごく落ち着くんですもの。ねえ、ダメ？ダメですよ。ソーサリーグローブが落ちてからいろいろとおかしなことが起きてるでしょう。昨日の夜にも大きな地震があったし、動物たちも凶暴化しているって話じゃないの。危ないから行くのはやめなさい。大体そんなことじゃねえ。行ってきます。待ちなさい。おっせえな。どんだけ走るに時間かかるの。本当にあの子はシンゴの森が好きなのね。神の守られてるならいいんじゃないか。うわあ、それ拾う。危ない危ない。もうお母さんたらうるさいんだから。早くシンゴの森に行こう。スーパートフリーって。ああ、ダウンロードコンテンツのやつか。やった。いちごジャム。
娘さんの。なんで B ボタン押したら遅なるの。帰れるか。いやーもうブラウザバックするって、もういいか。そうですこんな最初マシャンいるもんねえだろ。おお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 すぐ履いていけや。もう戻ったらいい。キャラクターの映画だぜ。ここでいいか。クロードってタンクトップじゃなかったっけ。なんかさっき服装違う方やな。やっぱり慎吾の森に来ると落ち着くな。今日はもう少し奥まで行ってみよう。ユーネクストってあれなんかな。スターオーシャン見れんかな。気持ちいい。本当にお母さんも心配性よね。ちっとも危なくなんてないんだから。なんとかなるさ。なんか操作方法を教えてね。ダー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 。僕らの勝ちだな。おっ、あーフェイスが打ちたかったな。なんとか間に合ったな。何この人、変な服、それにあの光、魔物を一瞬にして。あの、私大丈夫だったかい。危ないところだったね。ところでちょっと聞きたいんだけど。ちょっと待って。びっくりした。突然近寄ってくるんだもん。でも逃げちゃって悪いことしたかな。
の人待ってって言ってた。来ないのかな。よかった、待っていてくれたんだね。すみません、逃げたりして。いや、あの私突然のことだったからちょっとびっくりしちゃって怖かったかな。はい、少し。でも本当にすみませんでした、助けていただいたのに。いいんだよ別に。それにこうして待っててくれたじゃない。あ、申し遅れました。私はレナ、レナ・ランフォードと言います。あ、僕はクロード、クロード・C・ケニーです。よろしく。よろしくお願いします。ところでクロードさん、さっき何か言いかけてましたけど。ああ、そうそう、大したことじゃないんだけどさ、ここってどこなのかな。旅の方なんですか。え、うん、まあそんな感じかな。どこからいらっしゃったんです。地球からなんだ。地球、どこですかそこ。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ。ここからは多分ものすごく遠いところですか。すごいですね。うん、そうでもないんだけど。あ、自動送りなんや。俺なんかボタン押すんかと思った。クロードさん、この橋の向こうがアーリアです。もう勝手に向こう。へー、あそこが君の住んでいる村か。でもいいのかい、いきなりお邪魔しちゃって。構いませんよ、助けていただいたお礼もしたいですし。そんな別にいいよ、大したことはしてないんだからとにかく気にしないでくださいね。大したおもてなしはできませんけど。いや、練習するわ。でもここでもう録画切ってかん、ね、エンド終わり。ようこそアーリアへ。あ、イベントやから自動クリアだね。超無視して直進する。へえ、綺麗なところだね。そうですか、ありがとうございます。うん、いいところだね、気持ちいいや。そうだ、よかったら村を案内してもらえるかな。ええ、いいですよ、わかりました。ある程度町で案内せないかんのかな。
ここは私の家です。少し家の中を片付けてきますから、ちょっと外で待っていてもらえますか？うん、いいけど。すぐ戻ってきますから。あら、お帰りなさい、レナ。どうしたの？お母さん、大変なことが起きたの。何よ、大げさね。大げさなんかじゃないのよ。現れたのよ、勇者様が。え？勇者様よ、伝説の勇者様。わかるでしょ？とうとう私たちを救う光の勇者様が現れたの。レナ、あなた、それは確かなの？うん、見たことのない服を着ているし、光の剣も持ってた。光の剣？うん、神吾の森で不思議な光で助けてもらったの。あれは絶対光の剣だと思う。それでその人はどこにいるの？今家の外に。ああ、ダメダメ、レナ、ちょっと。え？すみません。クロードさん、どうしたんですか？いや、いつまで経っても君が出てこないからさ、どうしたのかなと思って。あ、すみませんでした。もう少し外で待っていてもらえますか？え、うん。じゃあ村の中を散歩していてもいいかな？すっげえ、家の中にボードがある。ええ、ぜひそうしていてください。夏場はそこを、はあ、びっくりした。レナ、今の人？いい男じゃない？うん、大丈夫かしら、あの人を一人で放っておいて。大丈夫だとは思うけど。レナ、あなた今の人をうちに呼んでらっしゃい。その方がいいわ。そうね、そうしましょう。わかった、呼んでくる。私は化粧しておきます。お母さん、私の言ったことを信じてくれたんだ。当たり前でしょ、自分の娘なのよ。ありがとう。もうどこんねん、もうめんどくせえな。教会ぐらいおるや。おらんのか。あった。ローディング早いな。
帰ってきとる？帰ってきた？イベントが起こらんのかな、こちら話しかけると。私が中長です。やばい、もうめんどくさい。なんでこんな街中探索するのかな。クロードさん、お待たせしました。あ、レナ、もういいのかい。お母さん、ただいま。お邪魔します。あら、レナ、早かったのね。でもよかったわ。ちょうど今支度が終わったところよ。支度って？めっちゃ飯作っとるやん。お母さん、何この料理の山は。美味しそうでしょ。母さん腕によりをかけて作ったんだから。そうじゃなくて。何食べないの。あなたを助けてもらったお礼にクロードさんに食べてもらおうと思ったんだけど。それはわかるけど多すぎない。そう、若いしたくさん食べるかなと思って。クロードさん、お腹空いてますよね。まあそれなりに。ほら、ご覧なさい。男の子はこれくらい食べるものなのよ。クロードさん、たくさん食べてくださいね。はい。もうお母さんたら。1時間後。
入らないや。ごちそうさま。無理しないで残してもよかったんですよ。大丈夫ですか？平気平気。僕の胃は丈夫だから。もう、お母さんたら作りすぎよね。でも、すごく美味しかったよ。僕の母さんじゃこうはいかないな。お世辞でも嬉しいです。喜んでもらえてよかった。私は下で後片付けを手伝ってきますね。少しの間、2階でゆっくりくつろいでいてください。うん。少し休ませてもらうよ。すごい扉やな。レナ、あの人は？うん。お腹いっぱいだって。今、上で休んでもらってる。そう。レナ、今のうちに村長様を呼んでらっしゃい。もう暗いから気をつけていくのよ。うん、行ってくる。なんじゃ、想像しいぞ、レナ。村長様、そんなのんきにしている場合じゃないんです。早くうちに来てください。いやはや、一体何が起こったというのじゃ。とうとう勇者様が現れたんです。おめでとうございます。なんじゃと。本当です。だってその人、光の剣を持ってるんです。光の剣じゃと。異国の服も着ているし、間違いありません。あの人は伝説の勇者です。なんたることじゃ。それでレナ、そのものをどこで見たのじゃ。シンゴの森です。私が魔物に襲われたところを光の剣で助けてくれたんです。今は私の家にいます。本当なんです。それにその人は、ここがどこだかわからないのに旅をしているなんて言ってたし、どこから来たのかもよくわからないんです。おかしいと思いませんか？確かに妙じゃな。お前が嘘をつくような子ではないことはよく知っておるが。村長様。まあ、会ってみないことには始まらん。とりあえず話を聞いてみるとしよう。はい。いらん、そんな村長。お母さん、ただいま。どうしよう、レナ。どうしたの、お母さん、そんなに慌てて。絶対村長が生かしとる間じゃね。だって服抜かしよった。だってじゃなくて、どうしたのって聞いてるの。行っちゃった。何を？勇者様って。行っちゃったの？それでクロードさんは？まだよく分かってないみたいだけど。いいから落ち着きなさい。彼もまだ事態を理解しておらんのじゃろ。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。私はこの村の長をしております、レジスというものです。いや、頭切れとるから。クロードです。シンゴの森でレナを助けていただいたそうで、感謝しております。いえ。ところでレナから聞いたのですが、旅をしている途中だそうですな。
いや、そんな大げさなものでもないですけど。どこへ行かれるおつもりですか？クロス王国、それともラクール大陸ですかな？あの、それは、その、ここがどこかもわからぬ上に目的もはっきりしない、妙な旅人でございますな。何が言いたいんですか？無礼を承知で申し上げます、クロードさん、あなたは嘘をついていますな。あなたはただの旅人ではありますまい。旅人じゃなかったら何なんです？おそらく異世界の者、伝説の勇者。旅人というのは世を忍ぶ仮の姿、違いますか？あなたは我々を助けるべく訪れた光の勇者様でございましょう。マジか？ちょっと待ってください。何を根拠にそんな。根拠なら、我々の地方の伝承に次のような言葉があります。この地エクスペル、脅威に襲われ民苦しむ時、異国の服をまといし勇者現れん。かの者、光の剣を携え人々を救いたもうと。あなたは異国の服をまとい光の剣をお持ちじゃ。これ以上どんな理由をお求めになる？剣じゃないですけど。そんな、光の剣なんて僕は持っていませんよ。そんな、私を助けてくれた時にはまばゆい光を放つ武器を使っていたじゃないですか。それは。この人は違うのでしょうか？そんなことない。光の剣に関しては分かります。光の剣ではありませんが、確かにそういう武器を持っています。でもだからといって僕が勇者であるというのは何かの間違いのような気がします。どうしてそんなことを言うんですか？だって本当に勇者じゃないんだ。僕にそんな力はないよ。そもそも何が起きているのかもわからないし、いきなり助けろって言われても。本当に知らないんですか？ソーサリーグローブのことも、異変のことも。この村に起きているのではありません。世界全体に異変が起きているのです。本当にご存じないようですな。ご説明いたしましょう。今から3ヶ月前のことです。まあ、いやいや、この村から北西に位置する別の大陸にエル王国という国があります。大陸。そのエル王国の領地の一つ、エルリアの町にある日突然隕石が落下しました。何の木星じゃないんか。はじめはただの珍しい隕石だと騒がれていただけだったのですが、やがて異変が起こりました。心にかもしれない。そんなものとしたら寒くなって人が。平和だったエル王国に突如多くの魔物の群れが出現し暴れ始めたのです。今までそのようなことは全くありませんでした。その隕石が落ちる前までは。関連付けて考える方がおかしいとお思いになりますかな？
我々は墜落した隕石を魔の石ソーサリーグローブと呼ぶようになりました。どう考えてもあの石が全ての厄災の元としか考えられないのですから。ソーサリーグローブが突然降ってきたようにあなたも突然現れた。あの石が全ての厄災の元なら、それを断ち切ることができるのはあなたしかいない、そう思ったのです。でも僕は今世界に異変が起きつつあります。今までになかったような群発地震、動物たちの魔物か、いずれはこの村にも厄災が降りかかるでしょう。でも僕にはそんな力はないんです。厄災を引き起こすような隕石を相手にできるわけがない。ニューガンダム用意してもらう、本当無理や。それではあなたはどこからやってきてどこへ行こうというのです。それはうまく説明できません。説明しても分かっていただけるかどうか。ただ言えるのは、僕は自分の意志でここに来たのではなく、事故によってここに来たということです。そして何とかして本来いた場所に戻りたい、それだけなんです。せめてリガジーを。漠然としていて分かりにくいですな。でもそうとしか言えません。そうですか。そこまで強硬に否定しなさる以上、あなたのおっしゃることはきっと真実なのでしょう。本当にあなたは光の勇者様ではないのですな。そんな。すみません、結果的に期待を裏切る形になってしまって。いや、こちらが勝手に勘違いしただけです。あなたが気に病むことはありますまい。ごめんなさいね。レナ！そんな、絶対そうだと思ったのに。異国の服も光の剣も持ってるのに。ここ取らんかったら絶対腐っとったやろ。あ、ちゃんと別の部屋があるね。あ、ちょっと一回ここ、ね、逃げろかな。